りょうばです。りょうばです。こんにちは。ナンバー84です。ね、数えたらすごい数になりました。これ今映してるの私たちが1月末に泊まったホテルから、はい、眺めた、うん、目的があの灯台だったのにホテルのお部屋からそれが見えたっていうのが大感激で、知らなかったのね。夜ね、うん、着いたからね、暗くなって着いて、ね、で朝起きたら目の前にあるからびっくりした。ラッキーというか、なんと運がいいというか、うなんか、うん、あのもう地図みたいに全部見えちゃうし、これがあのホテルからの、ね、景色だっていうのでびっくりと、であの早速行こうっていう話になったんですけど、うん、この日1日目はすごい風で、あ、全然調べたらやっぱり入れてくれないってなってたね、うん、でもあの晴れてはいるんで、そう一応行ったんですよね、うん、行っただけそれでよそ行って、うん、であの2日目もそうあの風強かったんだけど、土曜日だったんでどうかなとか思ったら入れたのね、入れてもらいました。なんか時々雨が降るしねすごいお天気だったのにね、なんかね風がすごくて、それに、うん、波もザブンしてたし、そうでも何なんだろうね、多分、うん、土曜日だから、うん、土曜日とあの管理してる方が、うん、まあこれぐらいならいいかなって、太っ腹で、そうそう、で今見ていただいてる道はホテルからあの灯台までの歩くと15分の距離、うん、灯台までも15分、あのシーサーのところまで結構かかったよね、うん、あのでも一応ねあの15分以上は15分、あ、じゃあ私たち20分、そうね、だら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 、まあ車で5分弱ぐらいかな、で灯台が左に見えたり右に見えたり、そう面白かった ねこれね、いろいろ見えてね、そう、それで行ったらちゃんと上から見てて、あ、駐車場あるねっつって見てたから、うん、よかったね、あのよく見えてたから、で来ました、うん、トイレの前に、はい、トイレの横に猫がいて、ちゃんと灯台森が猫3匹いろんな猫がいて、可愛かったです。で、ちょっとあそこの駐車場から歩くんですよね、うん、見えるのに結構あらっていう、ね、あの一応観光スポットとか言われてる上には、うん、なんていうのかな、あの結構道ボコボコデコボコデコボコしてて、そうボコボコのまんまでね、だからあのヒールは履かないのがいいかもしれない、うんうん、私たちはねあのいつもスニーカーみたいに履いてますけどおばさん靴、はい、履きやすいです。で風が強いけど期待していって、あ、行ったら全然あの、だって髪の毛ほら垂直に立ってるの風で本当にこれあの先端に、ね、みんな灯台そうだけど、うん、これ特に先端に立ってるからすごいよね、すごい風でね、うん、でもいよいよスタンプいただきました、はい、9個目です私たちね、ザンパ岬灯台9個目ここはなんかすごいお兄さんおじさん丁寧に押してくれる、うん、黄色い紙貼ってくれる、ちゃんと何書いてあるね、つかない、そうそう、あ、うん、あ、いただきました、いただきました、で、あなたもいただきます、はい、いただきますパッパッパッてやった。で、これから登るんですけれども、あの事前に階段の写真見たら、うん、普通の灯台ってコンクリートで、打ちっぱなしのコンクリートでぐる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 なってるでしょ、そうね、どっちかっていうとそういう螺旋階段がね、うん、いっぱいあるけれども、ここってなんかあらかじめ見てもなんかこの金属の階段がずっとつながってるみたいな感じで、ね、今までの灯台とは違うのね、そうなんかあの登ってちょっとあの登りながら映したからガタガタしてますけれども、5段ずつあの金属の階段があって、うん、で踊り場があって、うん、でまた5段登って、うん、あるっていう、だからなんていうのかな、一気に登るとね、うん、その30、40、50って一気に登るところもあったじゃない、一気に100ぐらいあったっけ、うん、だいたい100が100前後がね、うんうん、でもこれ一気に行かないで5段ずつだから、うん登りやすかった、すごく、とあとすれ違いもね、うん、簡単にすれ違いもできるし、うん、
だからそれはあのこの灯台が一番歴史が浅いのかな。あとそんなに古くない、ね、灯台だから、うん、あ 50年目、50年目、今年3月30日で、うん、あね、1974年にできたっていうことは、ね、73年、うん、丸々じゃなくてほら次の年をこう小座り、ね、年目に入るっていうね、はい、はい、です、はい、でもね私これだから見ててね、うん、階段ほらあの自分で登ったらもう何とも思わなかったんだけど、うん、あの画像で他の人の見た時に、うん、結局これ金属で下が見えるわけじゃない。あ、そう、確かに見える、うん、それって私は大丈夫なんだけど、うん、本当高いとこ苦手な人はこれって大変だろうなと思った。あ、そうか、だって下見えるんだもん。高所恐怖症の人は見えちゃいけないのね、うんうん、あの踊り場からもちろん見えるんだけど、ほら、うん、登ってるところだってスカスカだから。あ、そっか、うん、私たちはそういうの平気だから、うん、登りやすいとか、ね、うん、ここがでも一番大変だった最後の、うん、あの角島灯台かここかっていうぐらいの感じだもんね。そう、あの垂直に近い、まあ、本当は垂直じゃない、はしごでね、それをこう登っていくわけですけど、だからこういうとこがあるから、あの私入り口のところで、うん、あのちょっとシニア系の男性の人が、うん、あのここはエレベーターはないんですかって言ってたね。エレベーターない、うん、あのなんか外国はあるんですって。嘘、本当？あ、違うの？ないよ、だってそんなもん作ったらあの余計幅が広くなるデブの灯台になっちゃう、エレベーター付きだったら。そうだ、そう言ってらしたね、うん、で、あの、あ、階段だけですか、やっぱり年寄りには無理ですねでも私思わず大丈夫ですよ、絶対もうね、他の灯台に比べたら全然登りやすくて、ただ本当に大丈夫ですよ、ね、最後のあそこがやっぱりあそこはちょっとね、うん、あの無理して転んだりしたら責任取れない、ね、最後だけはちょっとね、でも最後をしないと出てこれないからね、外にね、バルコニーみたいな。でも、ね、みんなお城とかのさ天守閣に登るじゃない。あれもっと怖いとこあるのに、ね、どうしてみんな灯台って言うと避けるのかしら。まあいいんだけど、ほんと登るとね、あのここもそうだけど360度のパノラマで、すごくあの全部見れるしね。ここお天気のせいもあったんだけど、ほんと360度見えたんだけど、すごい海、波がちょっと荒々しい感じで、たくましい海を見てしまった。そう、なんか景色もたくましい景色、そう、で風吹いてる、勇ましかったね、うん、景色最初だからビシャーとかなって、でもこんな高いところまで潮、あの、ふ、あれはね、うん、来ないだろう、もみず来ないだろうと思ってだ、雨が降ってたそういう、まさかしぶきが聞こないのね、波もね、でちょっと揺れてるし、そうそう、これは風がすごかったからね、後で考えると。でもね、なんか、うん、そういう時も登ってよかったなと思って。そうね、あの、うん、いつも綺麗綺麗、でもこれ晴れたら綺麗だと思うわ、すごく。あ、なんかそういう風に書いてる人いたよね、うん、で晴れたらなんか久米島とかあっちの方の島が全部見えるそうだけど、今回はさすが見えませんでしたね、うんうん、でもね、なんかほら、もう私たちほら、スタンプをしてないけれども登った灯台は絶景じゃない、うん、でやっぱりいろんなとこ行ってると、うん、あ、灯台って海守ってるだけじゃなくて、うん、なんかその周りのあたりを見てきたんだなって。それは言える、うん、だからここもなんか真っ平らで公園に綺麗になってるけど、うん、結局はアメリカね、パデナの前アメリカが占領してたわけだから、うん、でこのすごい波の下には戦車とかが埋まってるし、ね、うん、だから戦後にできた灯台だけど、うん、もう随分経ってから歴史があって、うん、でもそういういろんなこう、なんていうのかな、いろんなところこの灯台を見てきたんだなとかって、うん、このね、土地もそうだしね、うん、土地の歴史から言ってもね、うんうん、なんかでもこれ灯台から見ると、あの沖縄の沖縄海岸国定公園っていう、あの断崖、あ、これ断崖絶壁のこの高さが30メートルから40メートルね、海からあって、それがあの約2キロそういっぺんにパーッと見えてしまいますけど、うん、あんまり言わない方がいいのかも分からないけど、飛び降りたしとか、こらだからそれぐらい悲惨なことが、ね、悲惨なことがあったっていう、うんうん、まあ、まあね、そういう歴史も、うん、でも あそこ釣りができるそうですよ、ここら辺。あ、何が釣れるでしょうか。魚。やだお魚の種類は
笑ってごまかしてます。イケメンも連れたらいいね。なんかカツオだそうです。ああだから食べてくればよかったね。カツオのたたきだってちょっと時期が違うかなって、うん、降りてきたらもうすっごいスコールみたいに雨降ってきて、そう、それで資料館で雨宿りしたんですけど、なんか東大資料展示場っていうのがあって、うん、これはね2009年から、あやっぱりね、うん、できたそうですけどね。で東大 の上から見えたんだけれども、うん、指さしてる、あこの方でしょう、そうもしかして大輝さん、大輝さん君だけに会いますいいね、もうジュリーなんじゃん、ジュリーさんのこの人そういう人じゃなくて、ね、失礼しました、商売の神、商売の神、失礼いたします。君だけにって歌ってちゃいけないので近くにせっかく泊まったから、うん、夜行きました。私たちそう夜も行きました。もうなんかだから私たち3回ぐらい行ったのよね、この東大に実は真っ暗で何にもない、ね、怖かったね、うん、でも東大の明かりがだから、うん、なんかすごく嬉しかったね。でもこれって海の方はすごくこう照らしてるだろうけど、東大元暮らし、うん、はい、陸から見ましたでも本当いろんな意味で楽しかったな、うん、やっぱり東大いいわ ね、うん、で次回はですね、はい、私たちちょうど沖縄の真ん中あたりにホテルだったんですけれども、うん、北にドライブしました。はい、はい、行きました、いろんなのがあります、楽しかったです。お天気が良くなったり悪くなったりしてるんだけど、そうなのね、ちょっとそういう時期を選んでしまいました、うん、車が今回借りたのがマツダ3って言ってちょっと大きめだったんですけど、うん、でも、ね、運転しやすかった、そうゆったりね、揺れないしね、もうご機嫌です、うん、ご機嫌でしたね、はい、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。でなんだヤンバルクイナ本物じゃないでしょう。これは何でしょう。次回次回です。ご紹介します。はい、お楽しみに。